ラムダロケット、ラムダロケットとは、東京大学生産技術研究所と、後継機関の東京大学航空宇宙研究所、現弱さ宇宙科学研究所が、プリンス自動車工業と、後継企業の日産自動車宇宙航空事業部と、共に開発した断固体燃料の観測ロケットシリーズである。1960年に、高度 1000km の内側版アレン体に届く。 観測ロケットシリーズとして立案され、カッパロケットに続くものとして、L 計画と名付けられた。L-3 で、当初の目的は達成されているが、1964年に、糸川秀夫によって、人工衛星打ち上げロケットとしての利用の可能性が示唆された後、人工衛星打ち上げロケットとしての性能を満たすように改良がねられた。1970年、 L-4S5 号機において、日本初の人工衛星である、おおすみの打ち上げを成功させている。また、それらと並行して、ミューロケットの技術試験機としても用いられた。ラムダロケットは、直径 735mm のロケットモーターを持つ。これは、カッパロケットの K-420 ロケットモーターを、上段ロケットとして流用するために決定されたもので、ある。 直径 400mm からミューロケットで予定されている直径 1400mm までの間を 100mm 刻みで設計を行い、最適解として選ばれたのが直径 735mm であった。推進剤や機体素材等もカッパロケットで使われた技術を元にしており、打ち上げ実験ごとに改良が重ねられたものとなっていく。微翼はカッパロケット以上に大型であるので、 開発段階から航空機技術を取り入れている。新開発の第1弾である L-735 ロケットモータと K-9M の第1弾、K-420 ロケットモータを航空用に改良した第2弾からなり、共にポリサルファイド系個体推進薬を用いている。L-2 の1弾目は4つのノズルを持つものであり、個体ロケットの形態としては珍しいものである。 これは、当時一体型ノズルスロートに用いることができる、サイズのグラファイトが製造できなかったと、金属酸化物コーティングによる断熱法において4ノズルである方が、重量的に優位であることなどによるものである。1963年に2機が打ち上げられ、高度 400km に達した、L。L-2 の1段目を、ベル型一体ノズルに改良した上、新開発の 第3弾を付加することで開発された。前段にポリウレ体系固体推進薬を用いている。高度 1000km を達成。当時の3弾式観測ロケットとしては最高性能を誇った。第2弾分離時の高度は 370km で、K-9m と同等であり、それ自体が別個の観測ロケットとして使用することができる。 1964年から1965年にかけて3機が打ち上げられ、高度 1000km に達した。L-3 の第2弾を第1弾と同じ 735mm まで拡大、全長を縮小することで、飛象性能の向上を図ったものである。第1弾及び第2弾には L-3 と同様ポリウレタン系固体推進薬を用いているが、第3弾には、 ポリブタジエン系固体推進薬を採用し、高性能化を図った。3号機以降は、さらなる飛翔性能向上を目的として 314mm 系の補助ブースター SB-310 を2本搭載している。L-4S の試験機といった側面も合わせ持つ。1966年から1977年にかけて9機が打ち上げられ、高度 2000km に達した。 L-3H に4段目として、シタン合金製休形ロケットモーターを搭載したものである。1号機だけは補助ブースターが搭載されていない。人工衛星打ち上げ実験に用いられた。1966年に打ち上げられた1号機から1969年に打ち上げられた4号機までは、軌道投入に失敗したが、その度に改良が加えられ、 1970年2月11日5号機において日本初の人工衛星であるおおすみの打ち上げを達成している L-4S の4段目の推進剤を60%まで減じたものである L-4S3 号機打ち上げ後に漁業問題で打ち上げ実験が1年半中断していたがその間にも各部分の改良は進められていたこの改良の成果を 総合的に確認するために計画されたものである。あくまで成果の確認として計画されたものであり、それを強調するために、軌道投入能力は有していない。1969年に1機が打ち上げられ、第3弾残留水力の問題を示すこととなった。L-4S に TVC とサイドジェットによる誘導制御を取り入れることで開発された。1、2、3号機は、 L-4S と同様に、第2弾に微力を持ち M-3C の開発に、第2弾に微力を持たない4、5号機は M-3S の開発に用いられた。L-4S と同程度の軌道投入能力を有するが、当時の衛星計画は、すべてミューロケットの使用を前提としており、L-4SC を用いて 10kg 程度の、 小小型衛星を打ち上げる技は存在しなかった。このため、衛星打ち上げに使用されることはなく、第3弾目をダミーとしたり、また、より重いペイロードを搭載して、弾道飛行を行う、技術開発、観測ロケットとして使用された。1971年から1979年まで5機が打ち上げられた。初段にマイナス7 3 5ロケットモーターを、 用いた技術試験用ロケット。1号機は直径 385mm の補助ブースターを備えた単弾構成で M-3SII の開発に用いられた。全体が M-3SII の掃除型を成しており、空力特性の検証が行われたほか、テレメトリデータの取得及び補助ブースター切り離し機構の試験等が行われた。2号機は2台構成で、 MV の開発に用いられた。一段目切り離しと二段目点火を同時に行う、ファイアインザホールと呼ばれる方式の試験や、SMRC による、ロール制御、新型タイマーの試験等が行われた。L-735 ロケットモーターを改良した、補助ロケットブースター。m 3 s i i の第一段側面に2機、装着され、MNTVC によって M-3。 SII ロケット第1弾のロール制御を受け持つ。i s セ s と n o が共同開発した単弾式ロケットで小型超音速実験機 NEXT-1 を高度 18km に打ち上げるために用いられる。機体は ST-735、SB-735 を元にしており、実験に合わせ燃焼後期の増速を抑えた2弾、燃焼パターンへの変更。 飛行制御用品の追加、実験機取付部、安定翼取付部や点火モーターの増強、MNTVC の除去と、水力方向が重心を貫くように2.9度の、カント角でのノズルの固定化、およびミューファイブロケット4号機の失敗を受けた、ノズルスロートの 3DC、C 材への素材変更、以上5項目の回収が施されている。4機が製造され、2002年以降、 ウーメラ社長から2機が打ち上げられ、1機、2005年が成功している。打ち上げには、鹿児島宇宙空間観測所に保管されていたラムダロケ用ランチャを回収し、ウーメラ社長へ搬送され、用いられた。他に、地上燃焼試験で2001年と2007年にも使用された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。